皆さんこんにちは。甲府伝統佐賀の中島徹でございます。今日は、北朝鮮がおとなしくなった理由ということをお伝えさせていただきたいと思います。北朝鮮のミサイル発射が3月以降、ぱったり、止まっております。包括外交が鳴りを潜め、そして、金正恩委員長の重病説まで、広がったということです。振り返ってみればですね、2017年北朝鮮が、核実験に、踏み切り、大陸間弾道弾ミサイル ICBM を発射したことから、米朝アメリカと北朝鮮の軍事衝突寸前というところまで行ってしまいました。しかし事態は急転直下しまして、アメリカトランプ大統領が、キム委員長との会談を重ねて、北朝鮮は非核化に合意することになりました。トランプ大統領の立場というのは、それ以来北朝鮮の短距離ミサイルの発射については合意に違反しないということで、問題視しないということでございます。しかしアメリカ本土を狙える ICBM 大陸間弾道弾ミサイルを発射した場合は対応をするという立場を取りました。こういった姿勢を取り上げて、トランプ大統領は弱腰だというふうに、また外交は失敗したというふうに判定される向きがあると思います。しかしながら本当のところはどうだったんでしょうか。実はトランプ大統領の考えの中に、中国と北朝鮮を同時に潰すというような考え方があったということでございます。と言いますのも、この北朝鮮という国は中国の経済に強く依存しているがために、中国が崩壊すれば北朝鮮も同じく潰れてしまうということにあるからでございます。しかし、ことを急ぎ、北朝鮮が ICBM を撃ってしまえば、そちらに対応せざるを得なくなり、中国共産党のへの対応を集中することができなくなるということになります。ですので、トランプ大統領は中国を倒すまで北朝鮮は合意を守り、おとなしくしていてくれればいいと、そういった考えであるということでございます。事実、北朝鮮は昨年19年13発もミサイルを撃ってますが、そのほとんどが短距離ミサイルであったということでございます。トランプ大統領とキム委員長の関係を表すようにですね、キム委員長が、新型コロナウイルスに感染したトランプ大統領に宛てて、お見舞いの電報を打っております。一日も早く全開されることを願うと、あなたは必ず勝つというような激励のメッセージを届けております。キム委員長が海外の首脳に向けてこういった見舞いの電報を送るというのは初めてのことだということでもございます。結論から言えば、キム委員長はトランプ大統領の言うことをきちんと聞いていれば自分の命は守られるというふうに思っているということです。だからこそトランプ大統領宛ての見舞いの電報などをしてつなげておくということをしているということでございます。このように北朝鮮が合意を守っているという以上、アメリカの外交は成功していると言っていいというふうに思います。アメリカ大統領選挙はバイデン優勢というふうにマスコミでは取り上げておりますけれども、トランプが勝利することを願っているのはアメリカ国民だけではないということを知っておいていただきたいと思います。今日は北朝鮮がおとなしくなった理由ということをお伝えさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。